コンスタンチン・ベニアミノビチゲーは、ロシアの革命家、ソビエト連邦の政治家。1896年11月23日、ロシア帝国サンクトペテルブルク県サンクトペテルブルクで、ロシア人の管理の家庭に生まれた。プスコフ中等学校を卒業して1914年から1917年まで、ハリコフ大学医学部に学び、1916年から、 ボリシェビキ党員となっている。2月革命後の5月から8月まで、プスコフ、ソビエト労働部初期、8月からトープスコフ委員会初期を務め、同月には野蛮師団のラーブル・コルニーロフ軍と戦うためにドンに赴き、10月26日にはプスコフ軍事革命員の一員として、現地におけるボリシェビキ権力の樹立に役割を果たした。 10月27日から11月2日にかけては、プスコフ駅で、アレクサンドル・ケレンスキー・ピオトル・クラスノフ軍と戦い、12月から、翌1918年2月まで、プスコフスキー・ナバト紙編集者を務め、2月から3月には、ドイツ軍に備えるためペトログラードで赤軍を組織した。4月29日から翌1919 19年まで、プスコフ県ソビエト執行委議長、 1919年6月18日から1922年5月9日まで、ープスコフ県委議,議長及び、責任書記を務めた。同時期には、東部戦線及び、ペトログラード戦線の一員として、プスコフで戦い、1922年には、ボリシェビキ北西局組織部部長、同年から翌1923年11月まで、当エカテリンブルク県委責任書記。 翌12月から1924年まで、エカテリンブルク寒杭責任初期、同年から翌1925年7月まで党、ウラル周囲組織、配分部部長を務めた。同月27日から翌1926年3月25日まで、党中央位組織、配分部部長となり、同月までプロフィンテルに執行局組織部部長でもあった。 同月から1930年1月までは、党ウラル州委書記を務めた。1930年1月8日から1932年1月23日まで、白ロシア共産党中央委第一書記及び中央委局メンバーを務め、1932年1月から1934年2月まで、連邦党モスクワ市い書記を務め、 同月から1938年4月までソビエト連邦人民委員会議付属のソビエト党正員メンバーとして中央アジアや合理キー州で活動。1932年から1934年までは連邦中央執行委メンバーでもあった。1924年5月31日から1934年1月26日まで党中央委メンバー候補を務め、 連邦保健人民委員部、医療器具作業局副局長にもなり、党大会にも、第8回、第9回、第11回と、第13回から第15回まで出席した。しかし、1938年10月2日に逮捕され、反革命への参加とスパイ活動を理由に、連邦最高裁軍事参議会によって、翌1939年2月25日に死刑を宣告され、 同日処刑された。その後、新ど墓地に葬られていたが、1956年6月に名誉回復がなされた。芸の名は、プスコフの路地に残されている。ありがとうございます。